はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今回はですね、ちょっとねボクシーのね分解の方法とそれの戻し方をねちょっと動画にしたいなと思います。はい、それではスタートします。はい、じゃあねそのボクシー早速登場させたいなと思います。こちらになります。じゃーん、はい、こちらのペンになります。はい、これねスーパーカー消しゴムブームの時ですね。はい、この後ろにねこれカチッてしてこれでパーンってしてね弾いて飛ばしたね年配の方もおられると思います。はい、でね若い子もですね2019年の時ですね、はい、こういう風な形でね、はい、このボクシーと同じようなね形状のやつで、はい、こういう風な形でライメックスってねいうやつが出たりしたんですよね。はい、あとはね定番モデルや思うんですけど、はい、伊藤屋さんからもねこのボクシー100のこの印字のところをね伊藤屋モデルみたいにしたやつの形も出てたりもします。はい、という形でねこのペンってね結構ねいろいろ見る機会がこういう風にあるかなって思うんですよね。はい、それでねこのペン自体がね結構あれなんですよね、そのスーパーカーの消しゴムを飛ばしたいうねそういう風な歴史とかもねあったりとかする意味合いで結構非常にね重要な意味合いを持つペンになって、これを長いことずっと使いたいなっていう人もねいると思うんですよ。でね中にはねこれをねここカチッとしてねこういう風にねポンって飛ばすねこの飛ばし率をねもっと強烈にしたいよみたいなね方とかもいたりとかして、中のスプリングを変えたいみたいな人もいるかもですし、はい、これねボールペンやっぱり歴史的にねちょっと名のあるボールペンなんで長くインクはなくなったら次また新しいリフィル入れて使いたいよっていう方もねいるかなと思ったんですけど、はい、これね実はねここのところにねがネジで回せるようになってたらいいんですけどね、実はこれ回すところがないんですよね。はい、なんでねここのねこの押すところを無理やりグイーンってこういう風に押してピュンって外してあげて、もう中を結構分解しやなあかんっていうところがあるんですけど、そこにねちょっとねコツがいったりするところがあるんですよね。はい、まあそこに関してはねちょっとね写真よりもね動画でねこうやってね見ながらの方がねちょっといいかなと思って、いざね分かんなくなっちゃったみたいな形の人がいてねパニックになって しまった場合、この動画をちょっと参考にしてもらったらいいかなということでね、はい、ちょっと動画にすることにしました。はい、ということでね早速ねこのボクシー100の方、まあちょっとライメックスはちょっと置いておきまして、はい、まあこっちの方を使ってねちょっと分解の方をしていきたいなと思います。はい、じゃあちょっとね拡大しますね。はい、でね、まあ、さっき言ったようにね、こことかは外せないですし、クリップも外せない形になってます。ここのキャップの部分もね、外れないんですよね。はい。じゃあね、外し方の時に、こういう風なね、つる首のピンセットとかね、なんかこういうのを持っておくと、まあ、便利かなと思います。はい、でね、このね、オレンジの部分をですね、はい、これをね、ちょっとグイーンってね、ちょっと強めに押すんですよね。で、向こう側に押し出してあげるんですよね。はい、するとこういう形でね、下にね、潜ってね、はい、向こうに押し出すことがこういうふうにできるんですよね。はい、それでね、これがね、スッてこういうふうに取れるんですよね。はい、ここ慎重に行ってください、これ。はい。で、こういうふうにね、取れるんですけど、この時のこの形状、これをね、忘れちゃったりね、これを外しちゃったらね、あー、わかんねえ、みたいな形に、ね、なったり、パニックになることになるんですよね。はい、こういう形です。はい。こっち側のね、なんか、ちょっとシュッてこういう風に上になってるね、こういう風なね、オレンジのこういうパーツがあるんですよね。はい、この向きです。はい、この先っぽがなんかシュッてこういう風に上になってるんですよね。そんで、このコウの字みたいな形にこういう風になってます。はい、でね、これがね、こういう風な部品が入ってます。上のところが、上の、これね、溝がね、細い方と太い方があるんですよね。で、これ太い方が下です。そんで、細い方が上です。はい、ね、ここのところがね、なんかこういう風にね、なんか分かれてるんですよね。はい。もう一度言います。この深い方が下です。で、この浅い方というか、まあ、方がまあ上いう形なんですよね。そこにこれがこういう風に入ってる状態なんですよね。下からこういう風に入れるような形なんですね。これでまた戻してあげるっていう形になります。はい、でこれは置いておきまして、はい、これをね逆さ向けると、はい、こういう風な形で出てくるんですよね。はい、ここのところがねバネになってます。はい、でねここのところがねこのバネがね止まるような形になってまして、まあ、これをねなくなればとか詰まったりしたら、まあ、取り替えるみたいな形になります。まあ、この長さに合えばねなんかをチョキンって切ったりとかして、ここのところがね出っ張りがなければなんかテープを巻いておくとかね、なんかそんなんでも代用できるかなと思います。で、またね、この端軌道をね、強くしたい場合は、これを
ね、バネをねグイーンって持って引っ張ったりとか、これをさらにねあの強いものにするみたいな形なんで、まあ、改造することができるかなと思います。はい、でね、まあ、こういうふうな形でもう残りはもう分解できない形なんですけど、まあ、戻してあげるときはこのバネをこういうふうにつけます。でこの中にこれ入れてあげますね、こうやって。はい、でねここですよね、はい、これ注意なんですけど、はい、あの溝がこの深い方を下にしていただいて、でこれですね、はい、このオレンジ色のこの部品ですね、はい、このシュッてなった方を前に持ってあげて、このカタカナのコの字になるような形にしてあげて、はい、まあ、下からこうやって入れてあげましょうと。はいはい、そんでねここのところになんかあるんですけど、これが上に引っかかるような形ですね。はい、こういう風にしてあげまして、はい、ここのところに、まあ、押しながらこういう風に入れてあげると。はい、ほんでこれスライドさせていくと、はい、こういう風にパチンいう形で戻るんですよね。はい、んであとはもうノックしたら、はい、勝ち、はい、リリース勝ちという形でね、はい、こういう風にしてあのまた元に戻すことができます。はい、まあ、同じ形状なんでこのねライメックス側の方でもすることができますし、あの伊藤屋さんモデルのやつでもやることができるかなと思います。はい、ということでね、ぜひね、まあ、あの長く愛用していただく、もしくはね自分なりのカスタマイズをしていただいてね、はい、まあ、いろいろね飛ばして遊ぶみたいなこともねあのやってみるといいかなと思います。で出し入れするときにやっぱりねこのピンセットがあるとね結構あの便利やったりとかするんで、まあ、こういうのを用意した上でやられるといいかもしれません。はい、ということで、まあ、今回はこのボクシーの100 の、まあ、この分解もしくはあのそれを戻すっていう作業の紹介でした。まあ、この動画が良かったと思う方はグッドボタンを、でぜひチャンネル登録の方と、あとはねいろいろ文房具の方いろいろ紹介してるんで見ていただけると嬉しいなと思います。はい、それではありがとうございました。バイバーイ。